今の改造弦で言えた音あるさ、うん、押さえてもこんな感じ、うんうん、押さえたのか押さえてないか分からんくらい、うん、こう同じような音を出してばもうバッチリ、そうそうそう、そう今音はしっかりしてるさね、うん、あ、そうそう、だけど押さえた時、離した時と押さえた時全然違う時だけ、うんうん、これはもう押さえ方が悪いっていうの、最初の自分の好きな曲、うん、マティンさんとかティンさんのね、これをこうまず前奏しっかりする、あのティンさんも好きやから前奏もいいですけど、僕アーム好きやったからさ、うん、アームじゃやらなかったの最初から、好きなのでやった方がいい、気持ち悪いさね、 この位置で指とかを覚えればいいんだけど、そう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 、あと鏡見て、うん、ちょっとこうね、だからトイレ鏡があったりとか、うん、やっぱ自分の方が見ないとね、うん、だけどこれ、うん、そうそうそう、ただこれを4乗中って覚えればいいわけさ、そうしないで頭で回転させたらさ、これファーって覚えたら全部ファーって覚えてるんだけど、4とファーって切り替えなってんさ、だから4って覚えたら、あ、だから裏の中にはこれはファーの音なんだって覚える、実際でもできる。実際だよね。初めてのチューリング。今日は左手だけ気にしてね。右手はもう、うん、次はまた右手。両方やるとできるからさ、難しいじゃん。これだけでもバッチリも、うんうん、